黒漆雲龍ラデンボン18世紀から19世紀作流旧式器は沖縄県に伝わる伝統工芸品の一つである。1974年に沖縄県指定伝統工芸品、1986年に経済産業大臣指定伝統的工芸品となった。菊大金、磁期老、19世紀、第二直し時代の作、東京国立博物館所蔵、 記事にはデーゴ、エゴの木、センダン、ガジュマルなどが使われる。この地特有の湿気に富んだ気候のため、日本の他の産地と違い、乾燥の際に部屋の湿気と温度を上げる必要がない。琉球及びその地域は、日本列島、中国大陸、東南アジアに囲まれ、時代を通じて、多分に文化的影響を受けてきた。それは同時に、 当地の湿気に深く寄与することになった。ヒカノリマサが起案した大金は当地執行の過食では80%を占めており、日本においてその独自性を高めている。沈金やデンもよく利用される。他に用いられる技術には、ロイロ塗り、春系塗りなどがあり、過色において薪絵、白絵、密大絵,絵などがある。湿気の縁にされる。 巨子文の装飾は近世に見られる。また、戦場の枠で縁取りをする絵画的表現も、当地の漆器によく見られる。蝶の描かれた、ラデン飾りタンス18世紀ラデンが施された、十箱18世紀東京国立博物館像15世紀、ポルトガルの外交官であるトメ・ピレスが書いた、東方諸国記には、沈金を用いた漆で箱が記されていることから、 この頃には生産されていたとされる。また、1500年頃に作られたとされる丸筆が、久米島、伊是名村、奄美諸島にそれぞれ伝えられている。琉球王府の記した歴代法案には、周辺諸国との外交記録が収録されていて、そこに進行品として、執行品が記載されている。琉球が中継貿易国であったこともあり。 それら漆器すべてが琉球で作られたとは言い難いが、琉球独特の紅漆や螺鈿の執行から推察すると、昭和史王の時代、すなわち1400年代から漆器、または執行が存在したと同書から考えられる。首里王府のもと、中国に対しては兆候として、また日本、朝鮮、シャム王国、マラッカとの交流で琉球漆器が送られていた。 1609年に当地が、薩摩藩の振興を受けて、その支配下に置かれた。山林の整備などが挙げられる改革が進むと、貿易国として成り立ってきた、琉球、中山王府は、海外発展策から国内振興策へ産業変換する。海釣り部業所は、琉球王家直轄で王府への献上品、外交用の贈呈品を製作する職人を、監督する場所であるが、 琉球国由来期には17世紀に海釣り奉行所の強化がされ、中国、薩摩から技術導入が図られたとある。また、千社場久し急増資料に含まれる、三図会場に、漆の木の栽培、漆の採取について、後期25年から記述があり、この時期には、漆器は、素材の栽培過程から生産まで、王府の製作として体制が確立していたとみられる。 1800年代には貝刷り奉行所管轄の下、追手、大金などの技法で彩られた漆器は国内外に流通していた。明治になると貝刷り奉行所は廃止され民間で作られることになった。一般人向けの漆器製作に切り替えられ、那覇市の若狭町を中心に、明治期にはボン、盆、禅、腕、硯箱が作られ、1902年時点では227人の、 執行職人がいた。1941年には台湾進出が企画されたり、1933年から15年計画で漆の苗を植える事業があったが戦時体制の影響で破綻した。第二次世界大戦で壊滅的打撃があった後は中流軍向けに土産物として作られ、最高1977年に琉球漆器事業共同組合が設立。 一人当たりの生産額は1993年をピークに減少。1999年頃までは100人以上の職人がいたが、近年は減少傾向である。ありがとうございます。